続いてご紹介させていただくのがブルーナフレッシャーというシリーズになっております、はい、こちらもフラットポーチや、ガジェットポーチ、はい、タブレットケース、PC ケースと揃っているシリーズになっております、はい、なんといってもミッフィーとボリスでやっぱり同じリック・ブルーナの作品の中の主人公ではあるんですが、ちょっとこう雰囲気が異なって見えるので、お店でもバリエーションとして展開しやすいかなというところです。まずご紹介させていただくのがこちらフラットポーチですね。こちら A5 サイズもしっかりすっぽり入るサイズとなっております。このようにダイアリーを入れていただいたり電卓入れていただいたりに結構大きめでしっかり入るサイズになっています。中内側にはオープンポケットが2つ、英語のノートもしっかり出し入れできるような形になっているので、はい、日常使いしやすいタイプになっています、はい、仕分けできるのも嬉しいところですよね、はい、続いてご紹介させていただくのがこちらガジェットポーチですね。こちらはオープンダブルファスナーになっているのでこういうふうにガバッと大きくは結構コードとかもしっかり入るんです ね、中にメッシュのポーチあのポケットがあるので中は見やすくていいですね、はい、感じで割と街もしっかりあるので、まあ、PC 類だけじゃなくてこう旅行先の、はい、旅先のものだったりとかっていうのも入るかなっていうところです。ハンドルがついてるんですが持ち運びもしやすい。そうですね、バッグからの出し入れもしやすいと思います、はい、そして続いてタブレットケース、はい、こちらは11インチまで対応可能ということで、ね、かなり性があるので、安心して使いやすそうですね。でポケットも2つオープンポケットが2つついています、はい、クッション性があるのでいいですね、はい、そして最後ご紹介するのがパソコンケースですね。こちらが14、15インチまで対応となっております、はい、こちらも中にポケットがあるのでコード類だったりマウスを入れていただくのが便利になっています。なるほど、蓋の部分もしっかり大きく開くような形になっているので、はい、パソコンもガバッと入れやすいかなというところです、はい、仕切りもポケットもあるのも嬉しいところですよね、はい、ということでこちらもカバンの中に入れていただいて馴染みやすいシリーズとなっております、はい、ブルーナフレッシャーシリーズをご紹介していきました。